未来予測 YouTuber の岡本明宏と申します。本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、12月31日21時15分ですか、あ、12分です。さてですね、あの年末最後の、放送ということで、私自身年始の年末の挨拶ということでやろうと思いましたところ、緊急にこのねニュースが入りました。カルロス・ゴーンさんがですね、保釈中にもかかわらず海外逃亡してレバノンにいてしまったという事件ですね。まず出国手続きどうなってんですか、法務省の方、本当にどうなってんでしょう。この責任を一体どう取られるおつもりなんでしょうか。刑事保証人と言われている人がですね、このようにですね、捕まるということ、このように海外にいてしまうということが許されるべきなのかどうか。これではもう刑事制度がですね、崩壊してしまうなというところで、まず法務省の責任というのは一つに問われていくと思います。第2位に、これが重要だと思うんですが、保釈してしまった裁判所、そして弁護士の広中さん、この責任は僕は重大だと思います。出国してしまうような人間、これを逮捕しておかなかった。これはまさにですね、いい弁護士をつけさえすればですね、逃亡自由という状態を作り上げてしまったということになりますので、裁判所、今回の決定をした裁判官については、罷免されて、もう一般人としても資格を剥奪されてもいいと思っております。剥奪、そうされるべきだと思います。司法人としても、この壇上に上るべきではないと思います。それで、広中弁護士について、収容にこれをやった国際規格の弁護だとか、なんとか申してね、それをやったということに対しましてですよ、私は、どう責任を取られるのか、寝耳に水なんていう言葉を言ってはいけません。刑事被告人、個人を見ていて、これが逃亡の恐れがあるならば、弁護士さんとして弁護を引き受ける必要なかったのではないか、これについては否認して叱るべきではないかと思うんですが、まあ彼は寝耳に水で無罪だと申してますが、私はですね、弁護士としてのですね、糾弾ですね、いわゆる罷免手続きとか、弁護士会のですね、聴聞審査を受けるべきだと私は思っております。そういう人権派弁護士のですね、そっぱちの部分を見てしまったような気がして、私は残念ながら彼、そういうものを信ずることができなくなってしまいました。果たしてですね、こういうことがいいのでしょうか。世界的な基準とかって言ってこういうふうなことをやることがいいのかどうか、私はしっかりですね、日本人として考えるべき時が来たんではないかなと思っております。そしてですね、最後にこういう財界人、まあ4番目になりますけれども、もう信用できないということを申し上げておきたいと思います。嘘をついてしまう財界人、まあ私も取り上げましたけれども、もしかするとなんとかバンクとかなんとか天とか、まあそう名前はいませんが、そういう方々、これからこういう事態になるかもしれませんし、まあわかりませんが、もはや信用できないと言ってもいいです。こういう人間だと、刑事被告人になったら逃げ出すような人間だと、世界にいる、もう今もういろいろやり玉に上がってるいろんな財界人、ジョージ・ソースなんかもそうなのかもしれないけれども、この程度の人間だと思ってください。もう半分犯罪人だと思っていただけるとありがたいのではないかと思うんですけど、彼らに倫理はないということです。心中心も倫理がなきゃいけないということなんですか、アダム・スミス先生はおっしゃってますが、そんなものありえないということを皆様に申し上げたいと思っております。本当に年末総決算でこれですね。私は本当は今日はですね、
今年1年どうもありがとうございました。私の放送を見てという放送を得たかったんですが、皆さん本当にありがとうございましたと申し上げたいところなんですが、こういうことをですね、年末の最後31日にやらざるを得ない2019年って何だったんだろうかという思いがいたします。では改めまして、今日最後締めさせていただきます。10月、9月ですね、9月から10月にかけて放送を始めさせていただきまして、3ヶ月間皆さん放送を見ていただきましてありがとうございました。本来であれば2月の28日ぐらいに一旦終わらせる予定であったんですが、その後様々な事件が起きまして、賭博疑惑と今度カルロス・ゴンさんというミソまでつきまして、年末まで放送せざるを得ませんでした。予定とちょっと違ってしまったところはあるんですが、それだけ激動の令和の時代が始まったということ、皆様にお伝えしていかなければならないと思いますし、そういう状況にもかかわらず皆様にこういろいろお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。来年という年ちょっと思いやられるのですが、まあこれで膿を全部出して、来年はこう健やかにですね、ニコニコとこうやっていける一年でありたいと思っております。一応来年1月10日の初放送を予定してるんですが、ぐだぐだと多分この調子でいくと、その前に緊急放送というのを流さざるを得ないこともちょっと考えられる事態になっております。皆さん、これに、まあ、めげずというのか、何と言いますか、嫌な思いのする年末ではございますが、これを厄払いして、来年はいい年でありますようにということをお祈りさせていただきまして、本日の放送を締めさせたいと思います。今年どうも、放送を見ていただきまして、誠にありがとうございます。では、来年もよろしくお願いいたします。